LINE は TRUE。 あなたはミイラか。ちょっとにコロコロとしてしたけど、トムコウキです。エジプトに行きたい東映です。あのミイラ見てへんのよ多分。いや分からんやん、もう目ない。さすがにミイラも見てるかもしれんやん。一人ぐらいは。そう、28万人もおるから。ありがとうございます。はということでですね、我々今月は30万人を目指して気合い入れて動画投稿してるわけなんですけど、はい、お願いいたします。はい、そんな30万人の一人になってほしい方がなんとこの人なんです。見てください、この写真。これまさしくミイラ。そう、ミイラ。まあこれ30万人目に登録してくれるミイラなわけなんですけども、これはですね、よく見てください、こちらの写真を。え、ちっちゃ、何これ。めちゃくちゃちっちゃいミイラなんです。え、これ実寸っていうことだよね、なんか。そう、もうこれは巷では15センチぐらいしかない人骨やということで、エイリアンちゃうんかっていうことが騒がれたんですけど。人骨ちゃうやん。いや、まあそうなんやけど。でもどこで見つかったかというとですね、南米チリで発見されたんですよ、このミイラは、うん、で、アタカマ砂漠っていうところで見つかったから、うん、アタって言われるようになったんですよね。で、もうこれエイリアンのミイラが発見されたということで、まあ、わっさわっさ盛り上がったわけなんですよ。で、まあ、このアタのね、まあ、DNA 鑑定とかもね、まあ、するわけなんですよ、研究者たちは。そしたらですね、ふむ、このミイラはですね、40年以内にミイラ化されたということが分かりますね、ということと、これが、まあ、人間であり、女性であるっていうことが分かったんですよね。ほんまに女性？そう。さっきエイリアンとか言ってたやん。そう。これはエイリアンでも何でもなく、人間の女性の骨格だということが分かったんですよ。しかし、女性？そんなことがあり得るのかということなんですけど、これどういうことかっていうと、アタは、なんと7つの遺伝子が変異していたんですよね。え、だから頭蓋骨のその奇形を促す狂頭症だとか、体が非常に小さくなる小人症などが合併していたということがまあ言われてるわけなんですけども、ただ7つの遺伝子をこれ変異するっていうのは前例がないことなんですよ。なのでこれは本当に宇宙人のミイラなのではということで思ってる人たちもまだまだたくさんいるんですよね。このアタはですね、あの秘密結社もなんか隠していることだそうなんで、なので調べることをもしかしたら禁じられてるのかもしれません。どの秘密結社さん。それはフリーから始まるね、自由な感じのところよ。いや、メイソンしか俺へんフリーから始まるくらい。ということでですね、今日のお話なんですけど、はいはいはい、ミイラ作ってみたいかなっていうことを思うんですけど、どうですか。はハブミイラ講座なんですよ。もしかしたらミイラをこの先の人生で作るかもしれないんで、そんなお話今日やっていこうと思うんですけど、まあ、その中で言われてるのが、一番最初のミイラを作ったやつ、うん、誰やねんっていう。確かに気になる。そう、それで一番最初のミイラなんと見つかってるんですよね。え、それがこちら。え、ちょっと思ってたんとちゃう。ちゃうな。え、ちゃう。これもともと生きてた人、なんかその仏像銅像みたいな感じの造形物じゃなくて、これはですね、南アメリカのアンデス高地にいたチンチョロ族の、まあ、ミイラだから、チンチョロミイラって言われてるよね。へえ。チンチロじゃないよ。サイコロの。いや、画面出てると思うけど。あ、班長やってへんから。あ、班長みたいな顔してるけど。確かに。ダメなんですよ、ミイラやから。死者を笑ったら。あ、すいません、あの、ごめんなさい。そう、チンチョロミイラなんですけど、このチンチョロミイラさん、多分チャンネル登録今解除したらいい。ごめんなさい。これ紀元前5000年前からまあ存在しておりまして、すご、まあ、だから古代エジプトのね、まあ、いわゆるミイラよりも2000年ぐらい前からミイラ作っとったわけなんですよ、このチンチョロさんたちは。で、このチンチョロミイラの作り方は、頭、腕、足を胴体から切り離すところから始まります。で、その後、まあ、内臓と脳を抜くんですよ。で、皮膚を全て剥がすと。で、手足のないお腹の中に熱々の炭を、まあ、詰め込むんですよ。で、乾燥させて動物の毛や木を作って、まあ、体を組み立て直して、剥がした皮膚をまた貼り付ける。で、全身にこの炭酸マンガを塗って黒く仕上げて仮面をかぶせたら完成なんですよね。ほぼ原型が。いやいや、そんなことない。だからこれはさっきの班長みたいな顔は仮面だったんですよね。そういう風にまあ作るそうで、で、まあ、このチンチョロミイラはですね、この子供とか胎児のミイラがすごい多いそうで、まあ、なんでかっていうと、このチンチョロ地帯っていうのがとても有毒な水が流れていまして、まあ、その水をね、飲み水などの生活用水としても使用していたということがあったそうなんで、まあ、今ほどやっぱり下水技術とかも発達してたわけじゃないので、当然だからね、まあ、幼い子供が亡くなってしまったりだとか、そういったケースがあったそうなので、まあ、それある種ミイラにすることで、まあ、共にいようねっていう感じとして残ってたそうなんですよ。あ、そういうことなんだ。まあ、ということで、まあ、言われてますね。で、続きまして、ミイラと言ったらもうミイラ界の4番、ツタンカーメンでしょ。何4番って急に。いやいや、もうミイラ界の王貞治みたいなもんやと思うんですけど。1番誰なんや。1番、それチンチョロミイラじゃないんだ。
ということで、まあ、ツタンカーメンなんですけど、古代エジプトなんですよ。ツタンカーメンが作られたのご存知、うん、これどれぐらいでじゃあできまんねんっていう話なんやけど、これ遺体をミイラ化するには70日かかります。あ、結構な工数かかる、ね、意外に、うん、で、まあ、これ古代エジプトはじゃあそもそもなんでミイラ作ってんっていうと、うん、人って亡くなった後どこ行くかって言ったら来世の楽園に行くって思われとったよね。で、まあ、これ楽園に行くためにこの過酷な試練はいくつも乗り越える必要があるんだよと。で、実際この最後の試練としてね、冥界の神オシリスの最後の審判を乗り越えなあかんわけなんよ。オシリスというとね、やっぱ有業なわけだって言うのもらえない。じゃあボケを絶対噛んだあかんの、ね、神のカードなわけなんですけど、はいはい、オシリスが降臨したわけなんですよ、はいはい、でもオシリス降臨して、まあ、楽園たどり着いたらどうなんねんって言うと、はいはいはい、肉体に魂が戻るねん。つまり復活するんよね。生き返る。そう、まあ、そういうことで、まあ、こうやってねミイラがボボ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 っていう感じでザ・タッチのね感じで生き返ってると思うんやけど、まあ、あれは幽体離脱なんやけど生き返るわけで、そうやな、まあ魂が、まあ、その戻るためにはその肉体がないとあかんっていうね。だからこの再生をね、まあ、強く望むエジプトの方たちはミイラを作るようになったっていうのが、まあ、今一番有力な説なんですよ。生き返らせるためにミイラ化するってことか。はい、ということで今日のミイラのクッキングの時間なんやけど、まあ、今回のまあ、ハウトゥーミイラなんですけど、ハウトゥーミイラ、まあ、どうやって作るかと言いますと、まず遺体の腐敗を防ぐためにですね、脳や内臓を取り除かなあかんなっていうことをね、まあ、思うわけなんですよ。この辺はね、まあ、チンチョのミイラと同じですね。で、鼻から、まあ、この棒を入れて脳をかき混ぜてドロドロの液状にすると。で、続いては体を切開して内臓をまあ取り出していくわけなんですよ。ただ心臓だけは取り出さんかったよね。これなんでかっていうと、心臓は人の中心やとね、もう古代エジプトの人たちは考えとったわけなんですよ。で、他の取り出した臓器は箱とか壺にまあ収めとくんよね。ああ、別でね。そう、うんうん、で遺体やっぱ腐ったらあかんから戻ってこられるようになるから、塩で作られたこの薬物を体にま塗布して、で布でこう巻くんですよ。だから見えてぐるぐる巻きになってる。そう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 、だから怪我してるわけじゃないよ、あれにして やけどしてるとか死んだからな、怪我もクソ。いやいや、生きててね、その獅子王誠みたいな人がミイラになったら、うん、みんなやけどしてたんかなって思っちゃうやん。いや、うん、あ、そう。ということで、まあ、このミイラの数はなんとエジプトにどれぐらいあんのっていうと、うん、あ、1億5000万。え、ちょっと待って、想定よりはるかに多いわ。そう、ツタンカーメンって王やんか。だから王族の方とかだけはできるみたいな。いや、これ意味だと思う。これみんなやってたんよ。そうなんや。そう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 。へえ。という感じなんやけど、他にもね、このハウトゥーミイラの方法っていうのはあるんよ、うん、今度はね、アイルランドですね、うん、アイルランドのやつなんやけど、ボグボディというミイラがね、見つかったんですよ、こちら。え、これはちょっとさ、今までのイメージしたなんか包帯ぐるぐる巻きとかなんじゃなくて、結構そのまま人がブッてこう圧縮された感じの。そう、そう。で、このミイラはなんですけど、アイルランドにですね、ボグと呼ばれる湿地帯があるわけなんですけど、うんうん、まあ、そこで発見されたからボグボディっていう、まあ、名前がついたわけなんですよ、はいはい、で、これはですね、実は今までのミイラは、まあ、ハウトゥーミイラ講座をやってきたんで、まあ、履修されてきた方はよくわかると思うんですけど、うん、人工的に作られたと。そう、これはですね、自然が作ったミイラなんですよね。え、そんなことありえる？ありえるんですよ、まあ、これ一説によると、まあ、このミイラ化された人たちは、まあ、いわゆる底なし沼みたいなところに、まあ、落ちる罰にあった人たちじゃないのかなっていう。あ、そうなんだ。だからこのボグに殺された後に投げ捨てられたんちゃうんかなっていうことが言われているんですよ。だからいわゆるその国家反逆罪だとか、まあ、王様の気に食わんことしたとか、そういったことで、まあ、このボグに投げられたんちゃうんかなと、ね、ちょっと苦しそうというか悲しそうな顔してる。そう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 、そういうことを言われるわけじゃないけど、まあ、実はこの湿地帯のまあ条件がねすごい良かったっていうこともあって、はいはいはい、完全に腐敗しないミイラになったよね。腐ってないからこの皮ごとというかまるっとこうなってるんだ。そうで、これじゃあいつ見つかったんっていうと、うん、1950年に見つかったわけなんですけども、おうおう、これね、あまりにも状態いいから、うん、新手の殺人事件ちゃうんか。そうだよ、ね、まあ、かなり話題になったんですけど、調べたら、あれ、これ2000年ぐらい前の遺体ですねみたいな。すごいね。そんなに前の遺体ですかみたいな。さすがに殺人事件ではないねってなったんですけど、ちなみにこのボグボディには親戚がいましてですね、ボグバターって言うんですけど、え、これね、紀元前のバターが見つかるんよ、ボグの中から。嘘や、ようそれバターって分かったな。で、それが今まで200個ぐらい見つかってて、え、かつて、まあ、一応理論上は完全保存されてるから食べても問題ないよ、でも古代の時代のものだから食べることはおすすめしないよっていうことで公式見解として言われてないけど、アイルランドの有名なシェフが食べたら、なんかまあ刺激的な感じはチーズっぽい感じやわみたいな、歴史の味を感じるぜみたいなことを言ったらしいですね。今のミイラさ、その一体だけなん、そのボグさん、まあ、それはですね、また次回お話ししましょう。
気になる。だってさ、1人見つかるってことは2人も3人もいるわけかもしれないよね。そう、全然全然、はい、ちょっと今結構なんか氷の中からそのままのマンモスが見つかった時ぐらいの衝撃。あ、そう、愛知九博で見た時にね、そう、あのマンモスはめちゃくちゃ感動しましたね。いや、マジですごいよな。そう、あれやな、今思い起こす、今のやつってスターウォーズに出てくる炭素冷凍みたいな感じやな。わかる？わかる。ちょっと見て見て見て、ほら一緒やね。まんまその生きてた人が今この瞬間にバッて固められたみたいな、そういう感じなんですよね。ということで、うん、まあ、続いてなんですけど、日本にも実はミイラ文化ってあったんですよね、うん、それが即身仏。これは結構有名ですね。まあこれはですね、まあ、仏教の、まあ、考え方というんですかね、修行を続けることで、まあ、仏になることができるよっていうことで、うん、この真言宗の開祖、まあ、空海さんがですね、うん、生きたままでも仏になれる即身成仏という考えを世に広めたんですよ。まあ、これがいいか悪いかはまあ置いときまして、それがですね、江戸時代初期に、まあ、この飢饉やね、病に苦しむ人がまあたくさん出たと。でそこでまあ自らの体を捧げて即身仏になるっていう修行がかなり広まったんですよね、うん、でこの即身仏になるための期間はまあ3000日、だから8年ぐらい、まあ、修行せなあかんわけないけど、うん、この修行がですね、誰でもできるもんじゃないんですよ。どういうものか、まあ、まず8年修行するっていうこの時間もそうなんですけど、うん、まあ、それ以上に過酷なんよね、うん、でそのまま死んでしまうんやけど、死んでしまっても即身仏になれずにただ腐敗するだけだよみたいなことになるわけなんですよ。めっちゃ難しいよね、水とか無理ですね。そうで、まあ、これじゃどうやってやっていくのっていうと、うん、まず最初の、まあ、1000日間、うん、この8年目の、まあ、最初の3年ぐらいは、うん、永遠に木の実だけを食べ続けて、脂肪という脂肪をね、削ぎ落とすんよね。で、その次の3年間は、うん、内臓がね、まあ、腐敗したらあかんから、うん、毒が入ったお茶を毎日飲むっていう。で、体から余分な水分を吐き出すのよ。うん、人をね、超えてるのよ。まあ、だから仏になれると思われてたんやけど、そして最後には地上に続く小さな穴が開いた、まあ、座禅を、この組むだけのスペースしか与えられず、その中で、土の中にこもって鈴を鳴らしながら、その実が朽ちるまで、まあ、この独居と瞑想を続けるっていうことで即身仏になれるよっていうことなんですけど、この鈴の目が鳴らなくなったらもうあの世に行ったという、ね、あ、そうそう、成仏したことをまあ知らせれるよっていう、うん、まあ、ことが言われていて、うん、で成仏してからまあ3年3ヶ月後にまあ掘り起こしまして、でミイラ化しているものだけをまあ即身仏として祀られるようになるよっていうことなんですけど、うん、で、まあ、残念ながらそうなれなかった人はまあ無縁仏という、うん、まあ、なかなかまあ縁がなかったよということで、まあ、そういうふうに供養されるそうですね、うん、ちなみに即身仏となったまあこの僧はですね、今もなおなんとこの神社だとか仏閣に飾られていまして、この着ている服を交換したりだとか手入れをされたりして、まあ、大切にされてるよっていうことなんで、成功されたか。そう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 、まあ、実際その平和とかね、飢饉とかを願ってるものなので、見た目はね、まあ、パッと見、まあ、めちゃくちゃ怖いし、勢いにね、なんか迫力も感じたりするんですけど、これはまあすごいいいものなんだよっていうことでね。結構見れるの実際に？見れます。すごっ。で実際即身仏の中でもすごい有名なのが、江戸時代のね、まあ、大飢饉を、まあ、さっき言いましたけど、この中で即身仏となった新如海上人っていう、まあ、方がいるんですけど、その方のおかげで飢饉が終わったっていうことなんで、すごい有名になられたっていうことも言いますね。で、まあ、続いてなんですけど、これまた日本のお話なんですが、ここまた違う方法がねあったんですよ。今度はですね、まあ、比較的最近のお話なんですが、日本の、まあ、薬学者、まあ、昔は本草学者って言ったらしいんやけども、まあ、この人がですね、生前に自らの遺体を保存する方法をまあ思いついたんですよ。で、後世に機会があったら掘り起こしてみようみたいな、なんか遺言を残すっていう、自分自身が実験体になるぜみたいな感じでやった人がいるんですけど、で、まあ、第二次世界大戦後お墓を移動しようってことになったんですよ、この薬学者さんの、うん、お墓移動しようっていうところで開けてみたら、うん、ほんまにミイラになっとったんや。すごい。それがこちら。じゃあ成功したんや。そう、これも結構状態完璧じゃない。そう、うん、でこれどうやってミイラになったんっていう研究がね、もう行われたわけないけど、あ、その人は方法っていうのを残してないの？え、そうなんや。え、そう、もうこれはですね、数学者もさ、私はこの証明思いついたけど余白足らんからもう書かへんわみたいな、そういうノリなんですよ。なるほど。知りたかったら研究してみろみたいな感じで、この世の全てを残してきてくれたわけなんですけど、この研究をした結果がなんと分かってます。それが柿の種を大量に摂取していたことが分かったんですよね。それでいけるの？そう、これはですね、柿の種子に含まれるタンニンという成分のおかげで体の腐敗が止まったんですよ。で、まあ、死からおよそ180年後に自分の考えが立証できたよっていうことで、このタンニンの影響で他のミイラとまあ比較すると、まあ、このミイラ自体が赤茶のような色をしてるよっていうことが
まあ、言われてますね。なるほど。なんかこのタンニンとかこういうのをやってると、なんかお昼にやってるお茶とかの CM にこういうの流れるよね。分からない甲子園のなんか CM に何々要素を含んでますみたいな、このお茶を飲んでから元気になったのじゃんみたいな、あので、下に個人の感想ですって書かれるタイプの CM。 何って何、あ、これ分かれへん。そう、じゃあ続いてなんですけど、世界一美しいミイラということで、うん、ミイラはね、なんかどっちかっていうと不気味なイメージあるみたいな紹介してたんですけど、うん、実はね、最近はこういったミイラもあるんですよね。2歳の女の子の、ちょっと待って、髪の毛とかも、まあ、そうこれはですね、遺体防腐処理っていう技術があるんですけど、まあ、そういうので、まあ、有名なお医者さんに、まあ、頼んでミイラにしてほしいっていうことを、まあ、このね、まあ、ちょっと2歳で亡くなっちゃったんで9歳、このロザーレちゃんを、まあ、ミイラ化したっていうことなんですけど、今までのミイラとは違って、もうだから脳とか、まあ、内臓とかもうそのままなんですよね。そのままにもかかわらず100年経った現在もかなり生前にね、近い状態で保存されてるということで、すごいなっていうことなんですよね。で、実際あまりにもすごすぎるから、まあ、テレビ番組が老人形ちゃうんかっていうことで、うん、MRI 検査したことがあるんですよ、うん、そしたら本物のミイラっていうことで、うんうん、まあ、ある意味奇跡のように、まあ、残ってるわけなんですけど、だってさ、100年経ってるわけでしょ。今の技術だったら分かるけど、100年前にもそういう技術がやっぱちゃんとあったんだ。そうなんです。すごい。このミイラ何がすごいかって、実は瞬きしたんですよね。いや、ありえへんやん。ありえへんと思うでしょ、うん、これ画像あるんですよ。そうだね。それがこれ。マジやん。そう。これね、まあ、どうやったかっていうと、まあ、フォトショーちゃん。いや、これフォトショーじゃないと思うやけど、さすがにね。まあ、ミイラの保存を解明するために研究者たちが、まあ、1時間に一度撮影を、まあ、カメラでね、行った時に、たまたま撮影されたんよね。ちなみになんでかはマジでわからんらしいです。で、まあ、こういった、まあ、永遠の命をね、こういった技術として、まあ、残したいなと思った人たちがいるんですよ、うん、それがこの人たち。あ、これは見たことあるわ。そう、うん、キム・ジョンイル総書記なんですよね。そうそうそう、これ実物でしょ、これ。そうね、マジであるのよ。しかもこれ見れるんだよね。そう、その北朝鮮のその方たちはね。そうそうそう、ね、この前でなんか泣いてはったりするやん。そう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 、うん、で、これはもう本当ミイラというか、もうロシアの専門機関がですね、うん、まあ、永久保存を、まあ、可能にするために、まあ、やっとるわけで、まあ、これ親子でね、まあ、うん、親のキム・イルソン主席もこのように保存されてるわけなんやけども、これはですね、めちゃくちゃお金かけてやっとるのよ。まあ、もう年間2億の維持費がかかる。すごいよ。そうで、で、まあ、遺体を安置するためのこの場所作る改築工事とかもなんか1000億かけたとかで、まあ、まあ、なかなか国民の生活圧迫してるんで賛否はあるんですけど、まあ言われてるよね。まあ、ただお金があったら実はもう完璧なミイラってのはもう作れちゃうんだよっていう。年間2億ってすごいな。なんか湿度とか温度とかね、調整しないと。そう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 、だから月の石保管する割に、まあ、丁寧に保管されてる遺体ですよっていうことなんですよね。へえ、はい、他にも旧ソ連の、まあ、建国者のレーニンだとか、うん、であとは毛沢東だとか、うん、ベトナムのホーチンミンとかもこのように、まあ、保存されてるよっていうことが言われてますね。ということでね、今日はミイラ会でしたけど、一番お手軽なところで言うと、多分僕が柿の種がすごい試しやすいと思うので。お手軽って何、まあ、もしミイラに将来になりたいよっていう人がいましたら、ぜひ最後はお楽しみ、まあ、お試しになったらいいんじゃないかな。お試しになったらいいんじゃないかなっていうことをね、思いますね。僕は仮装でいいかな。試してみてや、こっちの柿の種で。これほんまにこの試練とか乗り越えて生き返るわみたいになっても、うん、生き返りたくなくない、うん、もういいわってならへん。うん、うん、なるなる。だから僕はもう仮装で大丈夫。昔は海が良かったんやけど、うん、海ってなんか魚にめっちゃ食われるらしいんよ。うん、らしいな。それだから嫌やなと思って、うん、宇宙層を考えてんけど、うん、宇宙層って、うん、もし仮に目覚めるやん、うん、宇宙って。いや、覚めへん。いやいや、もう覚めへんのよ。生き返って、そしたらやばいやばい、ここどこやってなるわけやん。カナタのアストラの1話みたいな。あ、そうそうそう、どこだみたいな。なんだったんだみたいな。で、次樹木層考えたのよ、俺。めっちゃ考えてるめちゃくちゃ考えてるやん。そんな考えや、考えたことない。ないないない。あ、そう。ないよ。結構俺考えたんやけど、うん、なんか樹木層って、そのなんかワンチャン自分が木のなんか養分みたいになるらしいの。木の養分になるってことは、なんか死んでもなお吸われ続けるぜみたいな。今もなんか国というね、あの税金を納める形で吸われ続けてるわけないけど、なんか死んでもなお吸われ続けるのはちょっと嫌やなと思って、これ仮装やなってなりましたね。え、何の報告なんですかこれは。どうすか。いや、いいじゃん。うちのおかんは僕にずっともう言い続けてるのは、私が死んだらその灰を道頓堀川に流してくれてるのずっと言って。いやいやなんでだ。ずっと言い続けてる。なんでだ。大阪育ちで静岡に嫁いだんで、あ、故郷に帰りたいって。
道頓堀そ海行くで行くと思うよ、うん、周りまでね、多分駿河湾とかまで来ちゃう結局ね、いやそう帰ってくるやつだだから流してあかんから多分道頓堀川なるほど、なるほど道頓堀川に掘り込んでいいのはね、あのケンタッキーの人形だけやからなるほど、はい、まあそういうことでしたね。それでは本日の鳥肌スコアは316ミイラということでね、はい、それでは本日の鳥肌ポイントはねいやなんかミイラってそのね、死者の方たちなんですけど、うん、なんでこんなに引きつけられるものがあるんですかね、なんか気になりますよね、ミイラって一回ちょっと生で見てみたいなと思ってます。それでは、See you Bye。海底には神秘的なものが、奇妙なものが眠ってたりするんです、はい、海に沈んだ古代遺跡なのか、はあ、と思うんですけども、はあ、実はこれアート作品なんです。当時の最新機器を持って調査に向かった際に、物体から半径 200m 以内に近づくと、はあ、電子機器が故障、採取されたかけらの内側にはまるで電子基板のような複雑な模様が確認できるということで、さらに 200m ほど離れた場所にもう一つね、円盤を発見されました。円盤、だんだん動く。